すっかり秋が深まって、涼しいというか過ごしやすくなりましたね。以前このよく、収録しているこの公園も本当に暑かったんですけど、季節がすっかり秋になりました。最近思うんですけど、 YouTube がですね、仕様がアプリの仕様が変わりまして、センターの真ん中のボタンのところに投稿ボタンができたんですね。これってみんなにユーザーにガンガン投稿しろよというまさに催促し言わんばかりの仕様変更なんですが、僕こうやって上げてるにもかかわらず YouTube さんはどれだけのサーバーを持ってるんだと、動画のデータって決してテキストや写真に比べて大きいじゃないですか。そんな世界中から膨大にユーザーから溜め込みまくってパンクしちゃうんじゃないかなっていうふうにそんな心配とかしてるんですけどね。でもそうじゃないんでしょうね。すごいですね。最近 TikTok の話題が、TikTok の利用がアメリカで禁止するということでいろいろ話題になってますけど、ユーザーも多いわけですよね。で TikTok 自体ね、何者かっていうと非常に短い動画を、手軽に本当にスマートフォンに合ったデザインでユーザーインターフェースっていうのかな、で、使いやすくて広まったんだって、もちろん無料ってこともあるんですけども、非常に短いですよね。多分見る側としては数秒、面白かったら30秒がマックスなのか45秒なのかは分かりませんけど、せいぜい1分とかだと思うんですけど、長くても仕様的に。で、つまんなければ本当に 2,3 秒で飛ばしてどんどんめくっていくっていうような見方をされていると思うんですが、こうした、数秒からせいぜい長くても数十秒の動画はのである意味その、ツイートに近いですよね。ちょっと気軽に一つのシーンを、日常のシーンをポストする、でそれを共有していく、シェアリングしていく SNS の形ということなんですけど、結構僕はそういう新しいのにどんどん、チャレンジしていきたいって思う派なんで、いや僕はでもこうして YouTube もやってるんですが、いや僕たちおっさんがTikTok 的な5秒とか数秒の動画をどういう風に撮るかっていった場合に、あれですよね、何を撮ったらいいのかって思うわけですよね。若い世代だったら、若い女の子なんかはよくあるコンテンツで音楽に合わせて踊って、若いお兄ちゃんなんかもそういうのをやるわけですけど、じゃあおっさんは何やるかっていうのはちょっと迷うんですよね。また同じように踊るわけにいかないしね。